セグメント、F セグメント F セグメントは、主に欧州で利用されている乗用車、分類方法であるセグメントのカテゴリーの一つであり、同一セグメントにセダン、クーペ、ハッチバックなどのボディスタイルを包括する。F セグメントは、欧州で、以前に使用されていた最も競技の分類において、最上位に位置付けられ、一つ、回には E セグメントがある。また、スポーツクーペ、 マルチパーパスカー、SUV は別のセグメントに分類される。なお、調査会社であるグローバルインサイト社の分類には F セグメントが存在せず E セグメントに含まれる。セダンにおいてはおおむね全長が5 0 0 0ミリメートル前後の車種であり 4000cc 以上、並びに8気筒以上のエンジンが搭載される車を指すことが一般的であるものの車両サイズ、全長、価格、 および車両装備やその車両が持ち合わせるイメージなど複数要件による分類によるため明確な数値基準はない。イギリスにおける分類におけるラグジュアリーカーが高級車に禁止する。アメリカにおける分類においてはフルサイズラグジュアリーカーも車体サイズ的には禁止するが自動車文化の違いから車体サイズの禁止をもって同一とするには無理があるため それらを考慮することが必要となる。http://ec.europa.eu スラッシュコンペティションスラッシュ m e r g e r s スラッシュケーシズスラッシュティーシジョンズスラッシュ m1406enpdf この対比表で F セグメントとされている車種には、レクサス LS、日産、シーマ、メルセデスベンツ S クラス、BMW7 シリーズ、アウディ A8 などがある。 ありがとうございます。